こんにちは、吉野さん。ちょうど今ね、朝チャーハン作って食べてました。キムチを入れたり、コーンを入れたりとかして、私なりのオリジナルチャーハンですけど、うまいですね、うん。でね、最近ね、大和くんが調理器具で遊び出したんですよ。あの、おもちゃの調理器具買ってあげたんですけども、で、ガチャッ、パカッ、コンコン、ジューとか言ってるんですよね。人の調理してるところ見てたんですね。だからインプットはしたけども、器具がないからアウトプットする機会がなかったんですよね。で、おもちゃを与えてみたら早速それするんですよ。ということはね、おもちゃを与えて、そのおもちゃの使い方を教えるっていう過程をすっ飛ばしてるんですよね。何が言いたいかっていうと、知ることって行動にものすごく直結するってことなんですよ。おもちゃをいきなり与えても、そのおもちゃの使い方を知らなければ教えてあげないといけないし、そもそも興味を持たなかったら、なんだこんなものってやっちゃう可能性もあるんですよね。そういう中で、いつも一緒にいて、自炊するところを見せたりとか、掃除するところを見せたりするところで、大和くんの中ではそうするもんだっていう刷り込みが起きてるんですよね。で、そのチャンスが与えられた時にその行動をするってことで、あ、最初からできていたよみたいになっちゃうんですよ。で、言葉もいろいろ言い出したんですけども、例えば1時とか5時とか8時とかっていうのは時計を見て言うわけですよ。で、それはだから私たちが口に出して言ってるところと時計を見てることとずっと見てたんですよね。もしかしたらスマートフォン、みんなの銀行を教えたら素直にやるかもしれません。でも、こんなに簡単にお金が稼げる方法なのに、その1000円とか1500円すら真面目に取り組まない人がいて、その人が100万200万稼ぎたいと思うわけでしょ。1000円稼げない人が100万どうやって稼ぐんですかね。こんな私でもアンケートサイトの1円とかっていうのやってるわけですよ。で、1円をまたがないからこそ、その向こうにある効果や価値に気づけるんですけどね。夢侮らないことですよ、1円を。1円10円に真剣になれたからこそ、私はお金を積み上げてきたと言えますし、失礼ながら1円10円を侮ってる人に1万円とか100万円来ないんじゃないかなと思うんですよ。だから本当に小さいことから積み上げていってほしいなと思うばかりですね。みんなの銀行、良かったですね。いってらっしゃい。